練習した人って大抵長くても半年以内では幽体離脱できるんですよ。超人的な能力だったり法力だったり全部できる。こやすた in my room へようこそ。僕は個人的にお付き合いがあります都市伝説系 YouTuber やタレントさん、その他たくさんの方に来ていただきまして、ここ自宅からお届けするコーナーとなっております。本日のゲストはすみさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。女子初なんですね。うわ、自宅来ちゃった。この部屋に来てくれたのは。うわ、ちょっと大丈夫ですかね、あのファンの方から怒られないですか。いや全然大丈夫です。まあ、こっから先は進んでないんで、はい、ここに閉じ込められてるんで。いやもう本当にですね、あの、はい、正体不明の怪しいおっさんばっかりがここに来てくれてるんですけども、まあ、本当すごい名だたる方メンバーですよね。いやもう本当ありがたいことに、はい、普段の YouTube で言えないような話もしてくれたりとか、わしてくれて本当にめちゃくちゃありがたいなと思ってるんですけど、スミ、うんうん、さんって言ったら去年、はい、あのコヤスタナイトにも一緒させていただいたりして、はい、ありがとうございました。まあスミさんの凄さ、美貌の美しさ、皆さん分かってもらってると思うんですけど、全然全然、あのね、本当にね、この見た目にしてすごいヤバい人なんですよ。そんなことないですよ。自覚なし。本当本当、うん、でしかもあの同世代なので ね、 ねえ、そう、めちゃくちゃ話しやすいんですけど。奇跡の40代ですよね。あなたがでしょ。いやいやいや、そうなんです。20代だと思ってましたもん。今日ありがとうございます。100%年下だと思ってました。はい、今日はですね、はい、あの僕テーママジで聞いてないんですよ。はい、スミさんが今一番こう話したい都市伝説をお願いしますっていう、はい、ざっくりとしたオーダーしかないので、はい、ちょっとお願いしてもいいですか。都市伝説という枠にはまるかどうかちょっと分かんないんですけれども、はい、あのそもそも私、幽体離脱をよくやっているっていう話は、まあ、結構ね、でも話してはいるんですよ。そうですよね、有名ですよね。はい、はい、でもあのそれに対してやっぱりいろんなあの SNS とか見ていると、うん、スミさんは幽体離脱とか言っちゃってちょっと信用ならないとか、なんか嘘ついて目立とうとして嘘ついてるんだと思うっていう話とかもたまにコメントで見かけるんですよ。でも私から言わせていただくと、幽体離脱は別に超人的な技でも何でもなく、あの練習すれば必ず誰でもできると思うんですよ。すごい、はい、っていうのもやっぱり仏教のそのブッダの悟りなんかは本当一生涯かけて何十年も修行して悟りを開けるわけじゃないですか。はい、でも幽体離脱は練習した人って大抵長くても半年以内では幽体離脱できるんですよ。ちょっと興味ありますけどね。短い人だと思うと1日、はい、もうコツをつかめば簡単なの。簡単、言ってることあれですよ、はい、悠々白書と一緒ですよ。悠々白書も霊界に行くために、はい、あのね、説明がありました。確か僕の記憶によると寝たまま起きる感覚って言ってて、うんうん、でそれがなかなかできない浦飯祐介たちは最初、はい、ボタンたちにバットで殴られて、うん、無理やり気絶させられましたから、うんうん、そんな感じかなと思ってるんですけど、どうなんですか、はい、実際。いや実際に大体そんな感じですね。大体そんな感じ、はい、うん、まあ、まず私のやり方をお伝えすると、はい、まあ、その日起きたことを全部記憶を逆回転で思い出していくんですよ。逆回転、逆回転って言っても歩いてる時こういう風に手を動かすじゃないですか、はいはい、これはあの変えなくていいんですけど、はいはいはい、夜寝ました、うん、その前に歯磨きました、うん、テレビ見ましたっていう、うん、やったことをそれぞれ後ろから思い返して、うん、ああなるほど、うんうん、動きまでは別に逆じゃなくていいんですけど。なるほど、難易度高くなりますからね。そう、はい、でその思い返していくときにできるだけその時の音とか匂いとか、うん、もう自分がまさに今やってるかのぐらい克明にイメージしていくんですよ、うん、でそれを続けていくうちに金縛りに合うんですね。でこの金縛りに合ってる時にすごい耳元でゴーっていう音がしたりとか、はいはいはい、あとお経みたいなものが聞こえてきたりする人もいるんですけど、うんうん、でどん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 縛られていった、もうこれ以上金縛られない金縛られないっていうぐらいまで来た時にちょっとだけ体を動かすとビュンって出るんです。あ、離れるんですか、本体と。本体と離れるんです、なんかだから肉体がギューって狭まって肉体を取り囲むアストラル体がどん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 比重が大きくなってちょっと動かすことでアストラル体だけがボンって大きくなって出ていくみたいな。なるほどなるほど、そういう感覚で、でそれが私が一番初めにできるようになったきっかけなんですけど、他にもやり方があって、あのヘミシンクっていう、ヘミシンク、はい、アメリカでロバート・モンローさんっていう、あの元々ラジオパーソナリティ
ラジオの DJ をされてた方なんですけど、うん、その方がまあ音響に詳しいので、うん、いろいろ自分で研究していくうちに、まあ、音を使ってユータリアスすることができるっていう、そういう音を見つけることに成功したんですよ、はい、それは右と左から違う周波の音を聞かせることで脳を変性意識状態に導いてっていう、その変性意識っていうのは通常の意識とは別のまた違った意識状態のことですね。でそのヘッドセットを使うとユータリアスができるっていうことで、私もその記憶の逆回転でできるようになったんですけど、まあ、もうちょっと定着させたいと、自在にできるようになりたいって思った時にヘミシンクを買ってその CD セットでやり始めたらかなりできるようになりました。なるほど、それ道具があるんですかね、聞くというか CD です。 CD なんですね、はい、なるほど。なるべく良いヘッドホンで聞くと本当に1ヶ月ぐらいで定着して、それこそ一番ピークにできてた頃はその日ユータリアスしたいって思ったら必ずできるっていう、すごい達しましたね。どんな音が聞こえるんですか。基本的にはノイズ音です、ね、こうみたいな、うん、ホワイトノイズとかピンクノイズ、はいはいはい、いやそれだけで意識がこう離れていく感じ想像できないんで、はい、すごいですね。でそのヘミシンクには途中ガイドも入ってるんで、うん、目をつぶって楽にして、そっかそっか、じゃあその通りやればいいんだ。そうそう、なるほどね、やってるだけでいいんですよ、うん、めっちゃ楽です。そうで定着するっていうことで、だから別に私がそのユータリアスできるっていうのは全然嘘でも何でもなくて、うんうんうん、ちゃんと真剣に練習すればできることなんですよっていうことを伝えたかったんですけど、それで私そういうなんていうのかな、自分の能力を伸ばすというか超人になりたいっていう目標がそもそもありまして、なんか超能力芽生えさせたいみたいな、それでペルーに行ってアヤワスカっていう薬草の儀式を受けたりとかしていたんですけど、その中であの去年の5月に初期仏教、原始仏教とも言うんですけど、原始仏教を元にしたアーナーパーナサティっていう、そういう瞑想法の講習会に5泊6日で行ってきたんですよ、うん、これがですね結構私の中で意識が変わるというか、はい、びっくりしたんですけど、アーナパーナサティって、アーナパーナっていうのがまず呼吸っていう意味で、はい、サティが気づきっていう意味なので、まあ、呼吸法によって悟りというか気づきがありますよっていう瞑想法なんですけど、名前は地味じゃないですか。確かに。ちょっと、うん、だから大したことないだろうと思ってたんですよ。ある意味なんか落ち着くぐらいリラックスできんのかなぐらいに思ってたんですけど、その瞑想を教えてくれた先生が石川雄一先生っていう相模女子大学の教授をされてる先生なんですけど、その先生もあのアヤワスカとかやってるんですよ。へー、やってはるんだ。そう、その先生はブラジルに行ってあのアヤワスカ体験をしてもうブチギマってで本当天国と地獄を全部見てきて、でもう巨大な鳥とか見て、それに鳥を見たっていう経験して、それ日本に帰ってからもその巨大な鳥、幻覚なのか本物なのかもう分かんないけれども、そういった鳥を見て大きな悟りを開いた人なんですけど、その先生がアーナパーナサティの方がすごいよって言うんです。へー、アヤワスカよりこれすごいですね。そう、そんなバカなと思って、呼吸でしょっていつもやってんじゃんと思ったんですけど、実際に5日間瞑想していて、やっぱりブッダの教えである無っていうもの、無っていうものは何かっていうことに向き合っていくんですね、うん、まずはそのサマタ瞑想って言って、あの自分の一点集中する瞑想をやった後にビッパーサナっていう自分のなんか怒りとか抱えている欲望とか憎しみとかそういったものに向き合ってどん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 観察していくっていう2つの瞑想の組み合わせなんですけど、これをやっていくことによって欲を手放していく作業をするんですよ。でも欲を手放すってちょっと自分がなくなる感じするじゃないですか。確かに確かに。個性なくなるんじゃないかなみたいな、うんうんうん、はい、そういう不安があって、いやなんかブッダの教えこれずっと聞いてたらすっごいつまんない人間で、確かに確かに、無が最高でしてそれだけ言ってる人なんじゃないかな怖い怖い怖い、そうそう怖いよ、もう YouTube とか無理だわとかって思ってたんですけど、なんかある瞬間にニミッタって言われる光、瞑想してる時にものすごい光が見えてくることがあるんですけど、それがニミッタっていう風に呼ばれていて、でそれがもう今まで以上にブワーって広がったんですね。でその時にありとあらゆるものを一旦手放してみたんですよ、自分の中で。もういらないわみたいな、もう欲望とかなんかいろいろ PV とか再生回数とかももうええわ、手放してみようと思って、手放して無になったその先に
言葉にできないんですけど、何かがあったんですよ。無の先に、無の先に何かがあって、とてつもない手応えっていうか、うんうん、もうこれはもう表現できなくて、そこをやった人じゃないと多分体験できないものだと思うんですけど、これが悟りの手前なのかなっていう。なるほど。悟りってぼんやりとしてますけど、体感的にはものすごく気持ちよくて、瞑想によって得られる気持ちよさって私も散々今までやってきてるんですよ。ちょっとふわっとしたりとか、肉体から離れる感覚とかずっと得ることができてたんですけど、そのアーナーパーナサティをやった時はそれと全然質が違ったんですね。なんていうか、なんかあるんですよ、具現化できない素敵な何かがあって、そこの中にずっといるっていうのはとても素晴らしいことなんだなっていうことに気づいたんですよね。でそこからなんかすごく仏教とかそういうものに興味を持ち始めたんですよ。でブッダのその瞑想法とかも全部やり方が決まってるんですね。さっきの幽体離脱じゃないんですけど、テクニックがあって、それさえやれば同じような神秘体験というか、普通普段ではこう得られない感覚っていうのが得られるんですよ。で仏教的なものって全部そうで、教義があってやり方があって、それにのっとってやれば超人的な能力だったり法力だったり全部できるっていうことなんですよね。でその中でなんか読んでてすごく面白いなって最近思ったのが、チベット仏教なんですよ。チベット、はい、チベット仏教は、8世紀頃にインドからこう伝わってきたものなんですけれども、まあ、そこでもともとチベットの盆教っていうもともとあった民族的な宗教とかいろんなものが混じって、まあ、独自性のある高いものになってきて、まあ、それこそ今はダライラマってい う、 もうノーベル賞も受賞したもう高僧がいて、もう仏教の中心とも言っていいぐらいのそういった国になってるわけなんですけど、そんなチベット仏教ではもう超人たちがいっぱいいたわけなんですよ。どんな超人がいたかっていうと、はいはい、ある時にですねある時すごい大昔ですけど、政府高官が坊さんたちってすごい霊力を持ってるらしいじゃないですか、本当にあるんですかってある高僧に聞いたら、パッと姿を消して、もういないんですよ。で部屋のどこにもいなくて、その宮殿かなんかだったんですけど、宮殿さんどこを探してもいなくって、うん、でも外から、うん、いました、はあ、もうある木陰にスッと立ってたと。やば、やば、漫画の世界ですよね。そう、漫画の世界なんですよ。完全に漫画の世界で、まあ、そういったことがあったりですとか、あとその、姿を消した構想は命令をするだけでランプの火がランプに火が、うん、全部灯ったりとか、すごい魔法使いですね。寺院の、はい、灯りなさいって言うと火がボボボボボボってこう灯っていくわけです。めちゃくちゃ、もうそれアレクサとかじゃなくて、アレクサとかでもアレクサよりすごいですよね。火だし、やりたいものパチンってやったらパサッパサッとこうね、電気ができそう。アレクサだったらできそ う、 アレクサだったらなんとかできますよね。小雪さんの部屋ならなんか全部整ってそう。今一応もうアレクサお休みって言ったら電気がパーンってこう消えたりしてますけど、これも消えます。この部屋はねしてないんですよ。寝室はねちょっとシャワーしてるんですけ ど、 ど、はい、寝室はちょっと行っちゃいけないんで。でそういうなんか魔法使いみたいなことができるようになっちゃうってことですよね。そう、できるようになった人がいて、うん、ちょっと他にもエピソードがある、聞きたい、いいですか、うん、多くの構想が飛ぶことができたんですって。ちょっと待って、もう後半のドラゴンボールみたいやん。もうみんな武術使いますみたいな。そうで、もちろん普通にふわーって飛ぶこともできるんですよ、はい、なんか道に迷いました、どっちに道に行けばいいですか、うん、ってある時お坊さんが聞いた時、うん、あっちの方ですよって言ったら体が持ち上がって、はい、そっちの町の方にヒューって消えてったっていう。ずるー。しかももう一定の高度を保ちながらヒューって行ったっていう。コントロールできてるんですね、はい、バランスが。それもあるんですけど、跳ねるの方の飛ぶもあって、はいはいはい、多くのお坊さんたちが跳ねて移動してたらしいんですよ、はい、でその跳ねがむちゃくちゃスピードが速くて、1週間でチベット一周できちゃうんですって。やばやばいですよね。何それ、ポンポンポンってすごい。そういう天才がいましたね、はい、そう、跳ねていったりですとか、念力で、はい、例えば人が行方不明になってしまいました、うん、でその行方不明になった人がたまたま馬に乗っていました、うん、で念力をその構想がこう、はい、うーって念じると馬ごと人が姿を現したり、はぁ、勝手に呼び出されたってこと。呼び出されても戻ってきたり。これもう外回りの営業マンサボられるの。
ドローンねー言ったら戻ってこさせるみたいな。そう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 、こういったエピソードの中で私が結構面白いなって思ったのが、なんかある見えない石があって、普通の人には見えないんですけど、たまに見える人がいるんですって。で、高僧たちは全員見えてるんですよ、お坊さんの、もう優秀なお坊さんたちは。で、その石がどんな形してるかっていうと、まあ、抱えられるぐらいの石なんですけど、はい、内側が中がくぼんでるんですね、こういうふうに。で、そのくぼみの中に雨水とかがどんどん溜まっていくらしいんですよ、外に置かれていて。で、その雨水を飲むと何でも願い事が叶うんです。で、そういう石があって病気が治ったりとか、まあ、好きな人と結婚できたりとか、いろんな幸せになった人がいたらしいんですけれども、でもね、なんかその中の記述にこの石を、まあ、よく観察したお坊さんがいて、観察すると中がむちゃくちゃ広いんですって。巨大化してて、中になんかまた新しい世界がある。でもさ、最近なんか UFO の研究で中に入ると巨大なスペースがあるっていうのが、ペンタゴン の、 高官たちも議論されてる内容であるわけですよ。実は物質というか見えてる形よりも中がむちゃくちゃ広いってありますよね。そういうのね、なんかハリーポッターでもそうですよね。見た目ちっちゃい家でもなんか中でめっちゃ広いみたいな、そうありますもんね。で、それがそのチベットの仏教僧たちもやっぱりそういうものを目撃してて、なるほど、ね、実は石って言ってる、伝えられてるだけで、UFO だったのかなとか。そっか、いやすごいですね。逆にあれですよね、渋谷のラブホとか外観めっちゃ綺麗でも中めっちゃ汚かったでしょ。いや、ラブホイルこっち読めばいいじゃないですか。でだから、はい、なんかちょっとそういう本読んでると、はい、チベットってやっぱシャンバラもあるじゃないですか。そうですよね、そうですよね。でシャンバラに UFO があるかもしれないとか、宇宙人の文明があるかもしれないとか言われてましたけど、はいはい、UFO っぽい石が出てきたりとか、面白い。石ってその辺にあるものじゃないですか。 それが異次元とこう繋がってる感覚、繋がってる、めっちゃ面白いですね。面白いですよね。で、あともう一つが、まあ、チベットってやっぱずっと中国から弾圧されてるわけですよ、特に文革の頃とかものすごい弾圧を、まあ、今でも受けてますけど、ウイグルとか。その時に中国側の兵士たちが言ってる話もあるんです。しかももう社会主義国になって、なかなかあんまりそういう神秘的な話できない時に、ね、ジャーナリストが行って証言を得てるんですよ。それはある兵士が、チベットの高僧に向かって、銃を撃ったと、そしたら銃がその人の目の前でポンって無効化されたんですよ。パッて落下したと。漫画でないよ、マトリックス。マトリックスっすよね。で、それでビビって、でたくさん兵士呼んできて、もう何十丁っていう銃でダダダダって撃ったら全部がバーって集まってきて、ファッて無効化したんですよ。だからマトリックスマトリックスね。構想こう避ける可能性もありますよね。すごいね。でもこんなエピソードって結局伝説でしょって思うじゃないですか。違うんですよ。チベット仏教は伝説ではないっていうことを今日言いたくて来たんですよね。まずですね、チベット仏教で4つの科学では証明できないことっていうのがもう実際に行われてるんですよ。これ未だに研究されてて、もう研究対象となってるぐらいなので、再現性があるわけですね。で、研究しても答えが出せないことっていうのがあって、まず一つ目が、意識の転移っていう。意識の転移、はい、意識の転移っていうのはもちろん意識を、まあ、自分の中にあるはずの意識を移動させるっていうことなんですけれども、それを行う、まあ、特殊な瞑想法があるわけですね。なぜかこの意識の転移の瞑想をやると1週間で頭頂の皮膚が薄くなってくるんですよ。え、薄くなる皮膚が、はい、皮膚が薄くなってきて、なんか水がうっすらと湧き出てくるんですって頭からそう、やばくないですか。だから瞑想中にいろんな不思議な体験をするとか、そういうことはわりかし科学的に解明されてるんですね。なんか側頭葉を刺激すると、まあ、ある一定 の、 不思議な体験をするとか、そういうのは証明されてるんですけど、皮膚が薄くなってなんか水が出てくるのは全く理解ができないことなんですよ。急にカッパ化するってことでしょ。カッパ化するんですかそうだ、まさにカッパってそういうことなの。あ、そうかも。極めし姿があれ。でもそうかも。そういうことですよね。だから乾いちゃダメですもんね。そうですよね、
え、その水が出てきて、うん、でそれをかさぶたとかになってくるのかな、うんでるって感じですもん ね、 ね、 そうですよね。キュウリばっか食うようになるでしょ。確かに。でもその時に、うん、なんかその頭の上に穴が開いたような感覚を得ることができて、うん、でこう宇宙とつながったっていう、はあ、で宇宙の意識とか自分の意識とかをどんどん組み入れたりとか、まあ、転移させたりっていうそういう瞑想みたいですね。あ、頭のてっぺんがこうチャネリングするつながるんですか。そうです、であと欲とかもこの頭上から抜いていってどんどん煩悩を出していくと、うんうん、そういう作業の瞑想の一つですね、うん、これが一つその意識の転移っていうものなんですけど、二、うんうんうん、つ目がチュクモっていう、これも最終奥義の一つ。最終奥義チベット、チベット仏教最終奥義チュクモはやばいですよ。やばいですか。なんか標高4000メートルぐらいで裸で普通に生活してるお坊さんたちがいるんですけど、暑いんですよ体が。もう体の中にエネルギーを貯めるっていう瞑想をずっとやってる人たちで、服なんか着なくて全然大丈夫なんです。え、それない、皮膚がバグっちゃってるだけじゃなくて、バグってるんじゃなくてもう内側から出るエネルギーがすごくて、もうバグってるだけじゃないっていうのはそのトゥクモの修行の中で、もう 4000 メートルの雪山っていったらものすごい雪が溜まってるわけじゃないですか。だって富士山より高いってことですよね。全然高いですよね。はで、その雪山で修行して彼らがどんぐらい雪を溶かせるかっていう修行なんですよ。いやいやいや、ものすごい勢いで溶かしていくんですけど、すごそんなの嘘だろって思って、うん、あの研究しようとしたハーバード大学の教授がいまして、その人たちを呼んだんですよ、うん、で摂氏2度 の、 あの室内に呼んで、どれぐらいなんかいろんなことができるかっていうことを試していったら、摂氏2度に入ったお坊さんたちが水浸しになった布を着ることによってどん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 乾かしていくんですって。すごっ。え、何それ。え、すごいっすね。すごくないですか。乾燥機やん。そう、乾燥機の人間乾燥機 で、うん、でそれネイチャー誌に論文が載ってるんですよ。本当なんだ。だから本当なんですよ。本当に行っていて、それぐらい超人的な能力を発揮していた人たちがいたんですね。思ったり超人でした。ですよね、うん、触れないですよ多分熱くて、熱すぎて。で3つ目がチュクタム、これ聖なる心っていう意味なんですけれども、うん、これがその僧侶が死ぬ間際に心臓も止まって脳のその機能も停止した状態でずっと座禅を組んでる。座禅組む、はいはい。だって死んだらと寄りかかったりとかしなければ、うんうん、いつかこう前倒しとか横とかになるでしょ、うんうん、でも全く動かずに座禅を組んだまま1週間、長い人と1ヶ月ぐらいずっとそのまま、なんで瞑想状態でいられて、すげえ、しかも肌ツヤがいいんです。へえ、美容にもいい。美容にもいい。へえ、血が通ってないんですよ、うんうんうん、完全に血流止まってて、なんで脳波ももうフラットな状態で肌ツヤがいいって、うんうん、え、なんでえ、わかんない、タッチじゃないですか、死んでるんだよ生きてるかのようで、だから本当に生と死の間にいる人って感じなんですよね。すごい。完全なる死にはまだ至ってなくて、肉体的には少しまだエネルギーが残っている状態。はあ。なんかチベットでは仏教では微細なエネルギーって言うんですけど、どん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 死っていうのはエネルギーが減っていく状態なんですけど、最後の最後にやっぱかすかなエネルギーが残って、それがをちゃんとこう自分でそれも観察しながら死んでいくっていう作業をやっぱり構想はできるわけですよ。だからずっと死に際も普通の人だったらもうポクって死んでるんですけど、その微細なエネルギーを使ってゆっくりと性質に亡くなっていくっていう。すごいっすね。すごい。いや、これすごいっすね。神秘。神秘ですよね、うん、でこれも普通だったら伝説的な話じゃないですか、うん、あるわけない、うんうん、それがもうできる人はいっぱいいるんで、なんと、うんうん、ロシアの宇宙科学、うんまあ、研究所がチュクタムができる僧侶を呼んでるんですよ。あー、そう、なるほど。極限状態で宇宙飛行士たちが呼吸ができない状態でも生きられるようにっていうことで訓練士として呼んでるんですよ、うん、でテクタムを身につければちょっとでも長く生きられるんじゃないか、うん、これは今後 の、 その地球の未来とか宇宙へ行くのにあたって必要な能力ですよね。これは必要な能力だと思います、うん。
え、これすごい、覚えたいな。テクタム、ね、うん、ね。だって、ロストテクノロジー的に昔の人たちの伝説じゃなくて、今もできる人いるってことでしょ。いるんですよ。これがすごいロマンがありますね。そうなんです。へー。で、しかもその多分、微細なエネルギーっていうのが、うん、私の中ではというか、研究者たちも言ってる人もいるんですけど、うん、やっぱ量子論とかで言われてる量子とかよりももしかしたら小さくって、本当に想像もできないぐらい超細かい粒子を多分そういう修行層を扱えるんじゃないかなって。だから科学がやっぱ全然追いつかない。何が起きてるのか分かんないけど、とにかく現象としてだけは分かるっていう、もうアノマリー状態で、そういうことが確認されてるんですけど、最後の4つ目が虹の体っていう。もうファンタジーですやん。ファンタジー。虹の体？これもできる人まだいっぱい。星のカービィの新作だろ。よく出てきますね。虹の体は亡くなる時に虹色の光を体からブワーって発して亡くなっていくんですけど、その光がエネルギーなんですよ。だからずっと発してるうちにどん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 体がちっちゃくなっていくんです。ちっちゃくなって、で最終的に消えるんです。完全になくなるの。なくなる。でしかも髪の毛とか爪とかだけ残して、一部だけ残して、うん、あと全部消えちゃうんです。へえ。虹の体失敗っていうのもあって、それはなんか12センチぐらい残っちゃうとか、そうするとなんか失敗とか言われちゃってるんですけど、ちょっと残る部分によってちょっと嫌っすよね。いやいやいや、股間だけもう残ってるやん。完全体ではないんですけど、うん、でも基本的には消えてしまうっていう話があって、はい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 、爪と髪がやっぱり残りやすいんですけど、うん、なんでだろう。じゃあそれ、これもやっぱ藁人形とか呪いの儀式で、うん、そうか、毛とか爪をねよく使うじゃないですか。使いますね、うん、なんかつながりますよね、うん、確かに。だってタンパク質だから一緒に効いちゃってもいいじゃないですか。そう、なんでだろう、すごい、なんでだろうって。いや、やっぱすごいな、昔の人は。昔の人が儀式でブーリューとかやってることですもんね。やってることですもん、うんうんうん、だからこれを聞いちゃうと、うん、さっきの消えたとか飛んでたとかも、うんうん、あったかもって思わないですか。いや、もうちょっと信じてますもん、僕は。ですよね、うん、銃とかも、うん、弾をこう無効化するとか。そう、だから結局人が想像できることは起こり得る現実っていう言葉があるように、うんうん、漫画で表現されてることは実際にあるから想像できるんだなと思うと全部納得できるっていう。確かに、うん、いや、すごいですね。すごいですよ、ね、どれか一つでもできやったいな。じゃあちょっと一つ、うん、幽体離脱にも近いんですけど、天式の行という、うん、はい、ものがありまして、はい、これちょっと言葉があれなんですけど、うん、オウム真理教がよく言ってるポアっていうものですね。あの、ポアの儀式というか瞑想法があるんですけれども、これが、意識を別の場所に転移させて体外離脱をする やり方なんですね、はいはいはい、まずはじめに油をかいて座ります。油ってあのこっちのこうですか。ああすごい、できるんだ。これめっちゃ柔らかいんですよ。そうそう、すごっ、はい、これ手を使わずにちゃんとできるんですよ。あ、すごすぎる。ここはこう持っていくっていう、はい、好き。ありがとうございます。いただきました。はい、でその後、金剛掃除という、まあ、チベットの重要な仏様ですね、はい、を思い浮かべます、はい、金剛掃除はこのような、うん、ほうほうほう、なるほど。肌色が青くならないとダメですかこれ。でもあの一応このイラストで思い浮かべていただいて、うん、なるほど、はい、うん、大日の如来の往診とも言われているんですけれども、うん、ちょっと首の角度が斜めなんだ。そうですね。あ、自分はまっすぐでいいです。まっすぐですか。まっすぐでこの金剛掃除を頭上にイメージするんです、はい、自分の上にいますと。います。その金剛掃除がいます今。で青いイメージだったじゃないですか、はいはい、それをしっかりイメージした後に、うん、今度は金剛仏母といって、うん、赤い色のイメージに変えてください。はい、赤に変えましたか、うんうん、でその後私は空なる存在で雑念はありませんっていうことを自分に言い聞かせてください。言い聞かせました。今めっちゃ言い聞かせてでそしたら今度は自分の体の中心から他のところから頭上に向かって一本の管が体の中ですね、はい、通ってることをイメージしてその管が金剛掃除の中心にも同じように体を通して中心に通っていることをイメージしてください。はい、来ました。心臓じゃなくて中心部で心臓の高さにまばゆい光があることをイメージしてください。でその光が同じように金剛掃除にもあることをイメージしてください、はい、そしてその中心の管がそのまばゆい光を通っている、うんうん、しっかりと貫通していることをイメージしてください。はい、さあ
今コヤッキーさんの心臓のあたりにあるその光を仏の深部に移動させます。ヘイという言葉を発しながら移動させてください。はい、移動しましたか。はい、完了しました。そしてしばらくリラックスしてください。次に息を吸いながらカーと言ってカーその光を自分の心に戻しましょう。これで終わりです。これを21回繰り返すだけで、はい、早い人は、はい、大概リラックスできます。たった21回で。でも簡単ですね、イメージ力です。これ本当に、はい、多分。でもこれね、いい、普段意識してない体のことを考えれることだけがすごいですよ。まずこのなんか繋がっているということをイメージすることによって、はい、なんだろうな、これやってみたら多分分かると思うんですけど、はい、新しいところを見つかる感覚なんですよね。管が通っていく感覚みたいな。え、これもうただ素質ある人ですよ。これはでも、あ、ちょっとスタッフのね、今ガッキーが目の前にいるんですけど、ね、いつもチベット言ってるよな、シャンバラ行ってるよ。あ、ごめんなさい、サウナ行ってるよな。整ったって言ってるよな。はい、あと同じだと、もう整ったってどう説明するってのは難しいみたいな感覚だと思うんだよな。はい、うん、でも今、うん、整いつつありました。うん、整いつつありました。おお、いや、これね、すごい大事かもしらん。え、いや、よかったっす。これ21回やってるんですよね。これを21回やります。なるほどね。で、余裕があれば母なる赤いその菩薩をイメージするとき、うんうん、この梵字、この梵字をこちぃちぃ、こんな書いてないですよ。煩悩で読まないでください。そうそう、あのまだ1回しかやってないんで、あと20回やらないとこれは取れないですね、これ、はい、これを思い浮かべてやっていただくと、はい、より完璧に仕上がるんじゃないかなと思います。はい、はい、ちょっと今日すごくない、今日これ自宅でやってんだよ、これよかった。あ、嬉しいです。俺、俺これやっててよかったと思いました、都市伝説を。へー、嬉しい、うん、なんかね、その文字から映像から知る都市伝説の情報、はい、世の中のまあ裏側や真実っていうのはもちろん紐解いていったり考察することが楽しいんですけど、内側にあるものからこう呼び起こすっていう感覚でも初めてかもしれないですね。気持ちいいとかいう感覚じゃないんですよ、なんかね、うん、なんか清々しいみたいな、なんかこう、はい、うん、そんな感じですね。すがすがしい。はい、すごい良かったです。え、嬉しいです。めちゃくちゃ素敵ですね、これ。なんかでも小ヤッキーさん、やっぱり普通、まあ一般の方より全然記憶力も頭の回転も早いので、はい、多分もっと超人になって、うん、2倍速の人とかになっちゃうのかなって。じゃあ超人でいいですか超人でいいですか、もう、はい、超人になりそうですよ。確かに、はい、あ、もうこれはめっちゃいいっすよ。皆さん真似して、もしかしてやったらさ、コメント、DM 欲しいな、ちょっとどんな体験したかみたいなね。はい、なかなかね、僕みたいな人は煩悩してるのに時間がめっちゃかかると思うんですけど。いや、さっきすぐ捨ててたじゃないですか。あれでもまだちょっと残ってたから、今俺が虹のやつやったら多分残る50センチぐらいは、はい、だちょっと完全にやりきらんダメだなっていうの思った、うん、やってみてください。すごかったな、まさかそんな体験ができるとは。やったということで、すみさん、すごすぎる。超人にはなれるっていう話です、うん、はい、なれます。皆さんもね、なっていきましょう。はい、はい、ということで、すみさんのチャンネルも概要欄貼ってますので、ぜひご覧ください、はい、そして、秘密結社コヤミナティの方にもご出演いただいてますので、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではバイ。